今日はシュークリームを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はシュークリームを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、カスタードクリームがたっぷり入ったカスタードシューを作っていきます。今回生地にですね、アーモンドダイスを乗せて、とても香ばしい仕上がりにしていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカスタードクリームの材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、卵黄、薄力粉、グラニュー糖、バニラビーンズペースト、生クリーム。クリームはこちらの6つの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は卵黄を使って濃厚なカスタードクリームを作っていきます。そして香り付けにバニラビーンズペーストを入れます。こちらは普通のバニラビーンズや、あとはバニラオイルなどで代用していただいても OK です。それでは続いてシュー生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、牛乳、お水、薄力粉、無塩バター、塩、アーモンドダイス。こちらの材料を使って作っていきます。まず卵に関しましては、今回 L サイズを2つ使っていきます。こちらはですね、後で微調整しながら使っていくので、卵の量に関しましては目安にしてください。そしてこちらの卵と、あとはバター、そして牛乳、お水、この材料はですね、すべて常温の状態から作るようにしてください。そしてですね、今回シュークリームの生地を絞る時のガイドも作っていきます。これがあるとね、大きさも均一に揃えられるので、できればこちらはやっていただくといいかなと思います。今回はですね、直径6センチぐらいの大きさに絞っていくので、だいたい6センチぐらいのこういった器や、あとはセルクルなどを用意してください。そしてクッキングシートに記していきます。はい、このように記してください。はい、OK です。クッキングシートにこのように記しておきましょう。こちらはですね、生地を作る前に作っておいてください。それでは早速作っていきます。まずはじめにカスタードクリームから作っていきます。こちらのカスタードクリームは電子レンジで作っていきたいと思います。最初にですね、耐熱のボウルに卵黄を入れてください。そして軽く溶きほぐします。溶きほぐしたら、ここにグラニュー糖を加えます。ここで注意していただきたいのが、グラニュー糖を加えた後はすぐ手早く混ぜるようにしてください。そのまま置いておくと、グラニュー糖が卵黄の水分を吸ってつぶつぶができてしまう時があります。なので必ずグラニュー糖を加えたらすぐ混ぜるようにしてください。では加えます。そして手早く混ぜます。はい、OK です。このようにちょっと白っぽくなるまでしっかり混ぜてください。そうしましたら、続いてこちらに牛乳を少しだけ加えます。4分の1ぐらいですね、加えてください。そしてよく混ぜます。これでお砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたらですね、ここで薄力粉を加えていきます。牛乳を全部入れた後だと薄力粉がダマになりやすいので、このタイミングで加えてください。薄力粉はね、必ず振るって加えましょう。はい、OK です。そうしましたら、こちらをよく混ぜます。ダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、OK です。このようにサラッとするまで混ぜましょう。そうしましたら、ここに残りの牛乳を加えます。そしてこちらバニラビーンズペーストも一緒に加えてください。そしてよく混ぜます。はい、よく混ざりました。ここにふわっとラップをかけます。一箇所ね、このように空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたら、こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらラップを外します。そしてよく混ぜましょう。まだね、シャバシャバの状態です。生地全体が温まってる感じですね。これを一度均一にさせましょう。はい、OK です。よく混ぜたらまたラップをして、そしてまた同じように電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。そうしましたら、またよく混ぜてください。今度はね、ところどころ固まってる部分も出てくるので、これをよく混ぜてください。まだね、ちょっと緩い状態ですね。はい、OK です。そうしましたら、またね、ふわっとラップをかけます。そして同じように電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。
い、1分30秒加熱しました。そしたらラップを外します。今ね結構プルプルに固まってる状態です。これを手早く混ぜて滑らかになるまでしっかりとかき混ぜましょう。こんな感じでね固まってきてます。少しね熱くなってるのでやけどしないようにだけ注意してください。はい、OK です。このように今カスタード状に仕上がってます。それでは最後仕上げですね。もう一度ラップをして、そして仕上げに電子レンジ600ワットで1分加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外します。今このように固まってます。そしたらもう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このようにね滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。それではねこちらのカスタードクリームを冷やしていきます。冷やすときはこの周りについたねカスタードをまずね取ってください。そして表面が乾燥しないように上にねピタッとラップを貼り付けます。こちらをですね氷水に当てましょう。カスタードクリームは常温のまま冷ましてしまうと傷んでしまうので必ず氷水に当てて急速に冷やすようにしてください。そして氷水で冷やし終わったらその後は冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずはじめにですね薄力粉をふるっておいてください。必ず生地を作り始める前にふるっておくようにしてください。こちらをクッキングシートの上にふるっておきます。はい、OK です。このようにふるっておきましょう。それでは続いてこちらの卵を溶きほぐしておきます。ボウルに卵を割り入れます。そしてしっかりと混ぜましょう。はい、OK です。卵はですね白身がしっかり切れるまできちんと混ぜるようにしてください。こちらはですね使うまでこのまま常温の状態で置いておいてください。そしてバターですね、バターはこんな感じでね1センチ角ぐらいの大きさに切っておきましょう。それではね続いてお鍋を用意してください。こちらのお鍋なんですがテフロン加工以外の鍋を使うようにしてください。テフロン加工を使ってしまうと生地の出来上がりが分かりにくいのでできればねこちらのテフロン加工されていないお鍋を使うようにしてください。もしテフロン加工しかない場合は加熱時間を参考に作ってみてください。それではですねまずお鍋にお水、そして牛乳、あとは塩、この塩もね加えていただくことで生地の膨らみが良くなります。そしてここにバターですね、バターを全体に広げてそして火にかけましょう。火加減は弱火です。このままですねよく混ぜながらバターを溶かしていきます。加熱している最中はこのように混ぜながら加熱してください。この時ねバターが冷たいとバターがなかなか溶けなくて水分が蒸発してしまいますのでバターは必ず使う30分から1時間前ぐらいに冷蔵庫から出しておいてください。はい、今ねバターが全部溶けてます。あとはですねこちらが沸騰するまで加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したらこのままね20秒ほど加熱してください。はい、OK です。そしたら一度火を止めます。火を止めたらですねふるっておいた薄力粉を一度に加えてください。そしてまだね火にかけない状態で手早く混ぜましょう。これをね火にかけた状態でやってしまうと薄力粉がダマになってしまいますので注意してください。薄力粉がダマにならないようにしっかりと練り混ぜます。このようにゴムベラで生地をねそこに押し付けるイメージで混ぜてください。はい、OK です。このようにひとまとまりになって生地が滑らかになったら OK です。あとは火入れしていきます。火入れするときは弱火から弱中火ぐらいで火入れしていきます。火にかけます。そして同じように生地をねそこに押さえつけながら火入れしていきましょう。このね火入れの目安なんですけれども鍋肌に薄くね生地の膜ができるぐらいですね。そのぐらいまでね火入れしてください。はい、OK です。今ねだいたい1分30秒ほど火入れしました。火を止めます。こんな感じでねちょっとわかるかな、鍋肌に薄く膜がついてるのわかりますかね。このぐらいになったら OK です。ではねこちらボウルに開けます。よいしょ。このようにボウルに開けたらあとはね卵液を加えて混ぜていきます。こちらの卵液は適正な量は変わってくるので少しずつ加えて硬さを見ながら入れる量は調整してください。では少し入れます。まあ大さじ1杯から2杯ぐらいですね、入れてください。そして手早く混ぜましょう。こうやってね生地を押さえつけるように混ぜてください。このようにしっかり混ざったらまた少し加えてください。そして混ぜます。
またよく混ざったら加えます。そして混ぜます。だんだんね、生地が緩くなってきます。そしてまた加えます。混ぜます。今ね、生地がまだね、全然ボテッとなってる状態です。これだとまた全然硬いので、もう少し緩めていきます。また加えます。そして混ぜます。はい、さっきよりもね、ちょっと生地が滑らかになってきました。もうちょっとね、緩めていきたいと思います。また少し加えます。そして混ぜます。今ね、生地を持ち上げるとこのようにちょっとね、柔らかい状態になってきてます。まだね、少しツヤが足りないので、もうちょっとツヤが出るまでやりたいと思います。ただ硬さはね、もうちょっと柔らかいぐらいでいいので、ほんの少しだけ加えてください。はい、そして混ぜます。はい、ちょうどいい硬さになりました。目安としては、こうやってね、生地をスッと持ち上げた時にゴムベラに残った方の生地が逆三角形になれば OK です。これがね、タラタラタラとつながって流れ落ちてしまうと生地が緩すぎてしまいます。あとはですね、これがプツンと切れる時は生地がまだ硬い状態です。なので、こうやって持ち上げた時にスーッとなって、こんな感じで逆三角形になるぐらいの硬さを目安にしてみてください。あとね、ちょっとツヤも出てくると思います。今ね、卵液はこのぐらい余ってます。こちらは後ほどね、ツヤ出しで使いたいと思います。それではですね、生地を絞り袋に入れていきます。今回はこちらの丸い口金を使います。これを一度容器にはめ込みましょう。そしてこの中に生地を入れていきます。はい、生地の準備はこれで OK です。それではね、生地を絞っていきます。まず天板の上にね、先ほどのクッキングシートを乗せてください。印つけた方がね、裏側になります。ただこれだとね、天板の上に置くとちょっと印が見にくいので、そういう時はね、1枚こうやって白いクッキングシートなどを敷いて、この上に置いていただくと少し見やすくなると思います。あとはね、クッキングシートがこのようにくるんと丸まるので、このようにね、留めておいてください。そうするとね、絞った時にもずれにくくなります。それでは絞っていきます。少し高さが出るように絞りましょう。では絞っていきます。はい、こんな感じです。はい、OK です。今回ね、ちょっと大きめに絞ったので5個分になりました。もうちょっと小ぶりに絞っていただくと6個分になると思います。そしたらですね、今ちょっとチュンと上の部分がね、角が立ってる状態になってます。これをですね、指を水で濡らして軽く押さえます。本当にちょんちょんちょんとするだけで大丈夫です。そしたらですね、続いてこちらに卵液を塗っていきます。先ほど余った卵液ですね、これを塗りましょう。まあ、軽くで OK です。はい、そしてこの上にアーモンドダイスを散らしていきます。はい、こんな感じに作りました。それでは最後ですね、焼く前に霧吹きを3回ほどかけます。そうするとですね、ふっくらと綺麗に膨らみます。表面が乾燥してしまうとふっくらと膨らまないので、必ずね、霧吹きで表面を乾燥させないようにしてください。ではいきます。はい、OK です。それではこちらを180度に予熱したオーブンで35分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにね、ふっくらと膨らんでます。そうしましたら、こちらのシュークリームはこのまま粗熱を取ります。それではね、クリームを仕上げていきます。まずはじめに生クリームを泡立てます。氷水を用意してボウルを置いてください。そしてここに生クリームを入れます。そしてこちらの生クリームを固めに仕上げてください。それでは泡立てます。はい、OK です。このくらいですね、しっかり固めになるまで泡立ててください。泡立てすぎると分離してしまうので、泡立てすぎには注意しましょう。そしたら氷水から外します。それではですね、こちら冷蔵庫で冷やしておいたカスタードクリームに生クリームを合わせていきます。まずラップを外します。冷蔵庫で冷やすと結構硬い状態になってます。これを一度よく混ぜてクリーム状にしてください。クリーム状にするときは泡立て器を使っていただいてもいいですし、ハンドミキサーでもどちらでもOK です。ではね、混ぜていきます。ハンドミキサーを使うときは低速でやっていただくといいかなと思います。
い、OK です。このぐらいクリーム状になるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたらここに泡立てた生クリームを入れます。全部ね一度に入れちゃって OK です。そしてハンドミキサーで混ぜていきます。こちら泡立て器でも OK です。では混ぜます。はい、このようにしっかり混ぜてください。それではこちらを絞り袋に入れていきます。今回ねこちらの口金を使っていきます。この口金はお好みのものを使用してください。こちらをですねちょっと縦長の容器にセットします。はい、そしてこの中にクリームを入れましょう。はい、クリームの準備はこれで OK です。今ね少し常温に置いたのでちょっと緩いので一度こちらを冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やします。それではですね、シュー生地もしっかり冷めたので最後仕上げていきます。ここからのトッピングはお好みでやってみてください。まずですね3分の1ぐらいですね、上の部分を切り落とします。はい、そしてこの中にクリームを絞っていきます。量はねお好みでやってみてください。あとはぐるぐるぐるーっと、そして上にかぶせます。はい、こんな感じに仕上がりました。それではね残りも同じようにクリームを絞っていきます。はい、クリームを挟みました。ではですね最後こちら分量外ですが粉糖をかけて仕上げます。こちらの粉糖はお好みで OK です。はい、これで完成です。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでシュークリームの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにシュー生地はサクサクで美味しそうに仕上がってます。そしてカスタードクリームもたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。クリームがたっぷりですね。いただきます。シュー生地がサクサクですごく美味しいです。そしてねもうカスタードクリームが最高に美味しいですね。この上のアーモンドがすごく香ばしいです。こんな感じでクリームもたっぷり入ってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のシュークリームのポイントです。まずカスタードクリームなんですが今回は電子レンジで簡単に作りました。こちら出来上がったら必ず氷水で急速に冷やすようにしてください。そのままね冷ましてしまうととても傷みやすいので注意していただけたらと思います。そしてシュー生地を作る時のポイントです。シュー生地を作る時はまず初めに必ず薄力粉を振るっておいてください。こちらをですね途中で一度に加える必要があるのでその場で振るってるとねちょっと時間が経ってしまいますのであらかじめ準備しておきましょう。そしてこのシュー生地の材料についてなんですがこちらの材料は必ず常温に戻した状態で使うようにしてください。冷たい材料を使ってしまうと膨らみにくくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして使うお鍋ですね、こちらはテフロン加工などされていないお鍋を使うようにしてください。というのもですね加熱具合の目安として鍋底に薄く膜ができるぐらいですね、そのぐらいを目安にしているのでテフロン加工を使ってしまうとその目安がわからなくなってしまいます。なのでできるだけねテフロン加工のないお鍋を使うようにしてください。そして薄力粉に関してなんですけれどもこちらは必ず火を止めた状態で加えてその後手早く混ぜてください。混ぜる時もですね火にかけずに混ぜるようにしてください。これを火にかけてしまうとダマになったりしてしまいますので注意していただけたらと思います。そしてしっかりと火入れした後はボウルに出してあとは卵液を少しずつ加えてください。こちらの卵液はですね生地の水分量によって適正な量が変わってきます。なので今回ご紹介した生地の硬さを目安に卵液を少しずつ加えて作ってみてください。目安としては生地をねこうやって持ち上げた時に持ち上げた方の生地が逆三角形の形になってれば OK です。これがねタラタラタラとつながって流れ落ちてしまうぐらいになると緩すぎてしまうので注意していただけたらと思います。そして焼く前についてなんですが必ずね霧吹きで 2,3 回お水をかけてください。表面が乾燥した状態で焼いてしまうとふっくらと膨らまなくなってしまいます。なのでこちらの霧吹きは乾燥を防ぐために
行ってます。そして今回はですね、180度のオーブンで35分焼きました。こちらの焼き時間に関しましては、お使いのオーブンによって適正な焼き時間、そして適正な温度が変わる場合があります。なのでこちらは様子を見ながら調整してください。ただですね、焼いている最中はオーブンの扉を開けないようにだけ注意していただけたらと思います。そして焼き上がったら、しっかりシュー生地を冷まして、その後はクリームをたっぷり絞って召し上がってください。少し作るのに時間はかかるんですけれども、お家でもね、お店のような美味しいシュークリームが作れます。ぜひお時間のある時に作ってみてください。はい、ということで今日はシュークリームを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。